ろいろショップっち。いたわ、もうそうしよう。まさかお前が待っているとはな。天地を喰らいし者よ。いや、カエルだろ。カエルさんですね。ここはお前がいていい場所じゃない。聖天へと帰るがいい。帰るだけにな。あ、ちょっと朝日。俺の仲間に手を出すんじゃねえよ。ヤマトさん、懐かしいな、あの頃が。まさかこんな形で再会するなんて。あの日、あの時、あの場所でお前はチリチリになったはずだ。だがこうして出会ったのも神様がくれた運命のいたずらだ。まるで夢みたいで、こうして刃を交えることができるなんてな。寂しかったのか、苦しかったのか、だけどもう大丈夫だ。この俺が終わりをくれてやる。共に消えよう、黒き歴史を過去へと葬らせてもらう。朝日、しっかりしなさいって。ほら、来るわよ。いいぜ、かかってこい。お前のことは誰よりも俺が知っているんだからな。くるっち。さあ始めようぜ。俺が選択せしは終わりの始まりだ。敵は一回余裕しゃくしゃくっち。先に行こうって。さすが満タンっち、絶好のチャンスっち。止まらない。シャッキーン、ヘッドホン装着っち。いわね、みんなまだ戦えるかしら。どうしてだ、どうしてなんだよ。ヤマト、世界を綴りしは俺のはずなのに、どうして。ヤマト、そういうことだったんだな。どういうことでしょうか。本気出せよヤマト。お前、黒歴史を消し去りたいんだろ。え、それとも本当は消したくないのか。ちょっと、どういうこと。男にはな、誰にだって黒歴史があるんだよ。おい、まさか。自分だけの武器に自分だけの必殺技。おい、自分だけの敵に自分だけの地図。やめろって。そして自分だけの物語。やめろって言ってるだろう。そんな世界を綴りし少年、それがお前なんだよな、ヤマト。ちょっと、分かるように説明しなさいって。ヤマトがノートに書き綴った物語の設定がこの妄想の正体なんだ。そう、とびっきりの中二の妄想はヤマトの黒歴史ノートだったんだよ。忘れたい黒歴史が古の傷であり、ありし火の衝動の答えだったんだ。ヤマト、本当なの？ああ、そうだ。ヤマトさん、本当、バカみたいだよな。いい年して、こんな妄想が溢れてしまってさ。だから一人で、自分の妄想を壊そうとしてたってわけね。だって恥ずかしいだろ。こんな中に丸出しの妄想だぜ。恥ずかしくなんかねえよ。俺だって19歳だけどさ、ゲームもアニメも漫画だって大好きだ。お前も好きなんだろう、このベタベタな中二設定がさ。
だから本気を出せない。壊すのをためらってるんだ。違う、俺は終わらせるんだ。もう隠さなくていいんだ。無理して壊さなくてもいいんだ。俺はお前を否定しない。だけどそれじゃ現実が。誰かの好きなことを否定する権利は誰にもないんだよ。だけど僕たちにはその権利があるから。え？どうして？自警団？どうしてお前がそこにいるんだよ。なあ、瑞希！やっほー！どうしてあなたたちが。我々は秋葉原の平和を守る自警団。そのために妄想を壊すのは当たり前だ。妄想のあるところに我々ありと言っても過言ではないの。ないのだ。そして今日の任務はすでに終わった。我が自警団副団長の手に。副団長だと。さて我々は帰るとしよう。そして今日もお疲れ様会を開かなくてはな。はーい、私カレーが食べたいかな。良い思考だ。20ポイントやろう。瑞希くんも異論はないな。瑞希、聞こえてますか？え？ごめん。うん、僕は何でもいいかな。決まりだな。それでは買い出しと行こうではないか。出発進行。待てよ。どうした？我が軍門に下る気にでもなったのか。なあ瑞希、なんでだよ。教えてくれよ。ないよ、君に話すことなんて何もないから。なんでなんだよ。で、これはどういうことかしら。俺に聞かれても困る。妄想の侵食は綺麗に消えてますね。俺の記憶は綺麗に残っているぜ。朝日さん。でもほら、これで秋葉原の妄想は全部壊れたわよ。だけど見てください、リュウの携帯です。0時13分。そして日曜日のままみたいだな。そうみたいね。ねえ朝日、さっきの副団長ってもしかして。まあ俺の幼馴染だ。そっか。とりあえず中二の妄想は壊れた。これで一件落着よ。あんま素直に喜べねえな。まあ俺の黒歴史は消えてくれたけどさ。ヤマトさん、ごめん。やっぱり俺、あいつを探してくる。ちょっと、朝日！いにしえの傷は消えた。そう、これでよかったんだ。恥ずかしがる必要なんてなかったんだ。だって、あいつは言ってくれた。否定する権利なんて誰にもないって。だから俺は胸を張るよ。俺たちは世界を救ったんだ。俺たちは勇者だったんだ。これは俺たちの物語だったんだ。たとえ歴史の裏側に消えたとしてもさ、名もなき英雄だって胸張ってやるや。
ここであいつはずっと待っていたんだよな。この電話はお客様のご都合によりおつなぎできません。なんでだよ。あら、どうしたのかしら。そんな顔してたらせっかくのいい男が台無しよ。誰？アイ名詞。私はこういうものよ。アケミ？そう、私はアケミ。どこからどう見ても素敵なレディよ。はあ。それで何か嫌なことでもあったのかしら。いや、別に。まあ言いたくないのなら構わないわ。ただ不思議とね、誰かに話すだけで心が晴れることもあるのよ。ほら、その名刺に書いてあるでしょ。スミレのエデン。そう、それが私のお店の名前。まあ会員制のバーみたいなものね。俺未成年ですから。気にしないでちょうだい。ランチもやってるのよ。ああ、場所は裏通りだから、暇な時、困った時、どんな時でもうちに来なさい。話ならいくらでも聞いてあげるわ。あんなことやそんなことまで。例えば気になるメイドさんの話でも、好きなアニメの話でも、漫画の話でもいいわ。あとは妄想の進捗とか。期待通りの反応ね。それじゃあピンクマントの話はどうかしら。知っているのか。知ってるも何も、そこにピンク色の名刺が落ちているじゃない。これは妄想請負人カノン。それがピンクマントの男の正体よ。この電話はお客様のご都合によりおつなぎできません。みずき、どうして。あら、ずいぶん早起きね。だけど鍵をかけ忘れるなんて不用心よ。ニートには失うものがないっち。なんだ、さっきか。何よその不満そうな顔。おはようございます、アサヒさん。よう、リッピョンにヤマトまで。お元気ですか。うん、まあな。何一丁前に落ち込んでるっち。まあ落ち込みたくなる気持ちもわかるわ。だけどね、いつまでも落ち込んでたら一生ニートのままよ。はあ、こういう時はね、体を動かすのが一番。いやだから俺は。そうそう、私たちね、とっておきの情報を仕入れたの。ピンクマントの正体をつかんだのよ。なんとその正体は妄想請負人カノンだろ。あれ、知ってたの。ああ、まだ。リュウたち、名刺を拾ったんです。こんな趣味の悪い名刺、奴以外考えられないだろ。まあ、知ってるなら話は早いわ。さっさと準備しなさい。30秒だけ時間をあげる。そこは普通40秒だろ。え？なんでもねえよ。それじゃあ朝日、外で待ってるから。なんなんだよあいつ。さきさん、朝日さんを心配していました。昨日もずっと待っていたみたいです。え？俺はさっさと帰りたかったんだけどな。どうしても朝日さんを待つって。だけど連絡がなかったから。それでこんな昼間から付き合わされる羽目になったんだよ。そうだったんだな。だからね、行きましょう朝日さん。行くってどこに。妄想請負人探しだよ。会えるかもしれないぜ。お前の友達が自警団ならカノンを追っているはずだ。だけど先を越されてもいいのか。ちょっとヤマトさん。いいんだよリッピョン、ヤマトなりに気を使ってくれてるんだろ。
そういうんじゃねえから。リッピョもごめんな、なんだか心配かけちゃってたな。いえいえ、とんでもないです。さっきのやつもこれ以上待たせるわけにはいかないな。朝日さん、そんじゃま、いっか。家にいたって何も始まらないもんな。さっさと準備しろよ、40秒だからな。お待ちしてますね。はあ、流されちまった。だけどみんなありがとな。それじゃ早速調査開始よ。妄想請負人の足跡を探しましょう。でも妄想請負人って一体何なのでしょうか。誰かの妄想を請負うってことか。カノンのせいで妄想が増え続け、そして秋葉原は繰り返し続けているのなら、カノンを止めることさえできれば明日を迎えることができるってことよ。だけどカノンはどこにいるんだ。噂だって都市伝説レベルなんだろう。だからって立ち止まっていられないわ。仕方ない、足で稼ぎましょう。はあ、もっと効率的な探し方だってあんだろう。自分の足で探して自分の目で確かめるのが一番よ。あのリュウちゃん、どうしたの。新しい妄想の新色がないか秋葉原を探してみるのはどうでしょうか。カノンじゃなくて妄想の新色を。もし本当にカノンさんが妄想を請け負っているのなら、この秋葉原のどこかに新しい妄想の侵食が起きているんじゃないかなって。確かに妄想の侵食はカノンと違って移動したりしないわね。それに侵食する妄想を追い続ければカノンにたどり着ける可能性は高くなるわね。妄想を追い続ければきっとあいつに。朝日、つか結局足で稼ぐ。文句言わないの。さあ、秋葉原中を探してみましょう。だったら、手分けして探すか。え？さっきさん？まあ、その方が効率的ね。それじゃあ行きましょう。ちゃんとこまめにしておきましょう。